バレリアン1000の惑星の救世主は2017年の SF アクション映画。ピエール・クリスタンとジャンクロード・メジエールによるフランスの漫画シリーズバレリアンとローレリーヌを原作としており、リュック・ベッソンが監督、制作、脚本を手掛けた。日本では2018年3月30日に公開された。長年拡張され続けた。 国際宇宙ステーションの質量が地球にとって危険になり、1000もの種族が居住する、1000の惑星の都市、アルファ宇宙ステーションとして、外宇宙に出される。西暦2740年、アルファの連邦捜査官バレリアンとその相棒、ローレリーヌは、任務で惑星キリアニへと向かう。旅の途中、バレリアンは、惑星ミュールに住むヒューマのイド型種族が、 巨大な宇宙船の墜落で滅亡する夢を見る。バレリアンは、ローレリーヌに求婚するが断られる。二人は、惑星キリアンにつき、バレリアンは別次元にあるバザールに潜入して、あらゆるものを複製できる。バレリアンが夢で見た小型生物の形態をした、コンバーターとパールを手に入れる。宇宙船に戻ったバレリアンは、ミュールが30年前に破壊されたことを知る。二人はアルファーに戻る。 危機的な汚染の問題を話し合うための種族間のサミットに出る司令官のフィリットを二人は護衛する。サミットはバレリアンが夢で見たヒューマノイドに襲われて、フィリットは誘拐され、バレリアンは誘拐犯を追跡する途中で行方不明になる。ローレリーヌは上官であるオクトイコールバー将軍の命令に背きバレリアンを捜索して発見するが、直後に原始的な種族に捕らえられる。 バレリアンは可変種のバブルの協力を得て、ローレリーヌを救出するが、バブルは死ぬ。バレリアンとローレリーヌは、汚染区域に入って、ヒューマノイドたちに会う。彼らの皇帝は、ミュールの滅亡で、娘が死んだ時に魂をバレリアンに送ったという。フィリット率いる人類伝報が敵と交戦した時、敵の宇宙船が墜落して、ミュールの滅亡を招き、ヒューマノイドの生存者たちは、 人類の宇宙船に乗って逃れ、アルファに来たという。彼らは人類の技術を手に入れて宇宙船を建造しており、コンバーターとパールさえあれば自分たちの世界を再建する惑星に行けるという。フィリットも自分がミュールの滅亡を招いたことを認める。バレリアンはパールを、ローレリーヌはコンバーターをヒューマノイドに返す。皇后は娘の魂を取り戻す。 オクトイコールバー将軍の兵士がヒューマノイドたちを取り囲むが、バレリアンとローレリーヌは、昔のアポロ宇宙船から将軍に連絡して、真実を伝える。フィリットのロボット兵士たちが、将軍の兵士とヒューマノイドを攻撃して退けられ、ヒューマノイドの宇宙船は発進し、フィリットは逮捕される。バレリアンとローレリーヌは、宇宙空間を漂うアポロ宇宙船の中で救助を待つ。 カッコ内は日本語吹き替え。リュック・ベッソン・リュック・ベッソンは青年期からバレリアンシリーズを愛読していたが、彼がそれらを映画化しようと思い立ったのはフィフス・エレメント制作中のことであった。同作の制作中、ベッソンはメジエールから、なぜ君はこんなどうしようもない映画を作っているのかね。どうしてバレリアンを映画化しないのかね。と言われた。しかし、 当時のベッソンは人間よりもモンスターが多く登場する映画を制作するなんて不可能だと思ったのだという。そんなベッソンにとって2009年に公開されたアバターはバレリアン映画界の道を切り開くものであったが大きなプレッシャーを犯すものでもあった。ベッソンは技術的な面において私は今なら全てが可能だと思いました。アバターは思い通りの映画を作れるか否かは 想像力次第だということを証明しました。ジェームズ・キャメロン氏は映画に求められる水準のすべてを一気に押し上げました。と語っている。同作鑑賞後、ベッソンは本作の脚本のリライトに注力することとなった。その作業には7ヶ月を費やすことになった。本作の制作が公式に始まったのは2012年のことであった。2015年5月、 デイン・デ・ハーンとカーラ・デル・ビーニュが本作の主演に起用されたと報じられた。8月19日、クライブ・オーウェーンの出演が決まった。本作の制作費は1億9700万ユーロとなったが、これはフランス映画史上最高の制作費となった。本作以前の最高記録がアステリクスと仲間たちオリンピック大奮闘、フィフス・エレメントであったことを考えると、 本作には破格の制作費が投じられたと言える。制作費が高騰した原因の一つには本作が英語作品であったことが挙げられる。英語で制作されたがゆえに本作はフランスで1200人分の雇用を生み出したにもかかわらず税の減免措置が受けられなかったのだという。2015年5月にはファンダメンタルフィルムズが本作の制作に5000万ドルを出資すると発表した。 サンディエゴコミコン2016に参加するカーラデル・ビーニュ・デイン・デ・ハーン本作の主要撮影は2016年1月5日にパリ北部のサンドニで行われた。シーンの大部分はブルーバックで撮影され、追加でモーションキャプチャー撮影がニュージーランド・ウェリントンで行われた。VFX はインダストリアル・ライトマジック・ウェタデジタル。 ロデオ FX といった大手スタジオが主担当を務めた。イルム社とエたタ、デジタル社は本作に登場する主要な生物や宇宙人のキャラクター制作を手掛け、ロデオ FX 社は劇中に登場するアルファ宇宙ステーション及び主人公たちが乗る宇宙船、そして宇宙空間での戦闘シーンの制作を手掛けた。本作で、 VFX を使用したシーンは2734シーンにも及んだ。ベッソンら製作人は、トヨタ自動車の高級車、ブランド、レクサスのデザインチームと協力し、本作に登場する小型宇宙船、スカイジェットを生み出した。この宇宙船のエクステリアには、フロント部分に、レクサスのデザインアイコンである、スピンドルグリルや三眼ヘッドランプが採用され、随所に、 レクサスの衣装が施されたものとなっている。今回のコラボレーションでレクサスと協力した理由についてベッソンは同ブランドが未来を見据えた革新的なテクノロジーの先駆けであることを述べており、レクサスのグローバルブランディング室長であるデイビッド・ノードストロームも今回のプロジェクトにレクサスのデザイン哲学と技術革新をもたらすというチャレンジを楽しませていただいた。今後も ヨーロッパコープとのパートナーシップを発展させることを楽しみにしていると語っている。2016年11月8日、本作の潜在が公開された。2017年1月3日、本作の全米配給券を STX エンターテインメントが購入したという報道があった。5月14日、フィフスエレメントの 4KD マスター版の公開に先駆けて、 本作の特別上映が行われた。本作はダンケルクやガールズトリップと同じ週に全米公開され、公開初週末に2000万ドルから2500万ドルを稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを下回るものとなった。2017年7月21日、本作は全米3553巻で封切られ、公開初週末2700万ドルを稼ぎ出し、 週末工業収入ランキング初登場を思いとなった。この結果を受けてデッドライン n e c o m は本作を工業的失敗作と評した。また、本作を制作したヨーロッパコープの株価が月曜日に8.31%も下落するという事態を招いた。2017年7月26日にはフランスでの公開が始まった。本作は970巻で封切られ、 公開初週末2220万ドルを稼ぎ出し、週末工業収入ランキング初登場1位となった。なお、本作は中国市場において、北米市場を上回る工業収入を記録した。しかし、全体的な工業は大失敗で1億3500万ドルの損失を計上したとして、ヨーロッパコープの CEO が2017年をもって退任という事態を招き、 新たな CEO として、リュック・ベッソンが就任することとなった。本作に対する批評家の評価はかんばしいものではない。特殊効果に対しては、賛辞が送られているが、ストーリーとミスキャストが批判されている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには235件のレビューがあり、批評家支持率は50%、平均点は10点満点で5.5点となっている。 サイト側による批評家の見解の要約はバレリアン1000の惑星の救世主はストーリーという欠陥を乗り越えるために躍動感と視覚効果によるスリルを使っている。その映画体験は表層的な外楽がその欠点を上回るものとなっている。となっている。また、メタクレッティックには45件のレビューがあり、過重平均値は51、100となっている。なお、 本作のシネマスコアは B マイナスとなっている。ありがとうございます。